トマス・テレフセンは、ノルウェーのピアニスト、作曲家。トマス・テレフセンは、ノルウェーのトロンハイムの生まれで、そこで彼はオルガニストであった父の、ヨハン・クリスチャン・テレフセンとオレ・アンドレアス・スリンデマンから、教えを受けた。トマスは18歳の時、生まれた町で、最初の公開演奏会を開いた。翌年、彼は、パリに赴き、そこで東京のシャーロット・チェゲセンの弟子となり、後には、 フリードリヒ・カルクブレンナーの講義を受けたことも何度かあった。彼は1844年から1847年の間定期的にショパンに習っていた。ショパンはテレフセンの個人的な友人にもなり、その大きな影響はテレフセンの音楽的思考、演奏、作曲の様式にまで及んだ。テレフセンは1851年のパリデビューで圧倒的な成功を収め、 すぐさまその時代の結出したピアニストの一人と認められるようになった。また、特にそのショパンの作品の解釈が称賛を浴びた。1849年にショパンが没すると、テレフセンは彼の生徒を何人か引き受け、その中にはジェーンスターリングも含まれていた。1850年代、1860年代において、 テレクセンは非常に成功したピアニストであるとみなされており、何度もイングランド、スウェーデンそしてノルウェーへと演奏旅行に出かけている。彼はパリで高い、泣き殻はシームティア・ d ィオトイユに埋葬された。ありがとうございます。